木村俊姫では、日本の生理学者、静岡県立大学薬学部准教授、大学院薬学研究院准教授、大分大学医学部准教授などを歴任した、京都工芸繊維大学に進学し、繊維学部の高分子学科にて学んだ。1999年3月に、京都工芸繊維大学を卒業後、奈良先端科学技術大学院大学に進学し、 バイオサイエンス研究科にて学んだ。2001年3月、奈良先端科学技術大学院大学の博士前期、課程を修了した。その後、名古屋大学の大学院に進学し、医学系研究科にて学んだ。在学中に、チューブリン &CRMP-2、コンプレックスイズトランスポーテッドビアキネシン -1、と題した、博士論文を執筆した。二千五年三月、 名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程を修了し、博士の学位を取得した。大学院修了後は大分大学に採用され、2005年4月より医学部の助手を務めた。2007年4月、大分大学の医学部にて助教に転じた。2010年12月、大分大学の医学部にて准教授に承認した。医学部においては、 主として医学科の講義を担当し、薬理学教室を受け持った。2019年4月、静岡県立大学に転じ薬学部の准教授に就任した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、薬理学分野を受け持った。また、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の准教授も兼務した。 静岡県立大学の大学院には研究員、学部生が導入されており、薬食生命科学総合学府の講義を担当し、薬理学教室を受け持った。専門は、生理学、生物学、薬学であり、特に薬理学、分子等尿病学、生科学、分子生物学、細胞生物学といった分野の研究に従事している。具体的には、 インスリンの分泌の制御機構の解明に取り組んでいた。また、グアノシンに、リン酸型グアニンヌクレオチド結合タンパク質のシグナルの解析に取り組んでいた。その他にも、水臓の β 細胞におけるメンブレントラフィックの制御機構の解明に取り組んだ。これまでの業績が評価され、いくつかの賞が授与されている。2008年には、日本薬理学会より、 年会優秀発表賞を授与された。2010年には日本糖尿病学会の九州支部賞を授与された。2014年には大分大学医学部より中津医学賞を授与された。ありがとうございます。